新型コロナ感染拡大防止のために出された1度目の緊急事態宣言が解除され、2ヶ月が経過。世のライブハウスがおのおの感染防止対策を工夫尽力しながら営業再開し始めた2020年7月、コロナ感染拡大防止対策下でのライブのあり方、つまり新時代、新感覚、新境地、この三新を提案すべく、ヒューマンシャワーワンマンライブがナンバーベアーズにて行われた。第2部オドレナリンピック。さあ、オドレナリンピック始まりました。実況は私、里島がお送りいたします。今日は解説に川端さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、踊れないビートということでね、これはどういった演奏が期待されるでしょうか。芸術的な完成度を追求するのはもちろんですが、はい、踊ると飛沫が飛ぶので盛り上がってはいけない。盛り上がることが限定対象になります。なるほど。さあ、どのような演奏が繰り広げられるのでしょうか。一組目、マコナニペアの入場です。ゆっくりとステージ上、それぞれのスタート地に向かいます。神妙な王子、まさに盛り上がらない入場ですね。そうですね、演奏前の準備が大切です。さあ、いよいよ始まりますか。始まりました。演奏が始まりましたね。いい立ち上がりです。これはどのように見ればよろしいでしょうか。いいですよ。芸術点の高さが期待できそうな入りですね。なるほど、いいですね。ついつい盛り上がってしまいそうになります。そうですね、盛り上がらないことが一番重要です。さあ、演奏が大阪に続きます。大選手のシンバル枠、それに対して誠選手のユニビティ、いわゆる芸術的スタンダードな演奏ですね。決して熱くなってはいけませんよ。ストイックさこそが大切ですね。なるほど、ここからどのように展開していくのか見守りたいところです。おっと、徐々に動きが見え始めました。何選手、キックドラムからビートの構成に入ります。あくまでも芸術性を求めて、もうビートだけはいきませんよ。さあ、絶妙なコンビネーション、この辺りは予定通りってところですかね。さあ、素晴らしい演奏です。いいですよ、精神性の高さが求められますね。和の美学が垣間見れますよ。このままストイックにいてほしい。さらに、ここでスネアドラムも入ってきました。さあ、音数が増えるほどに音楽的要素が増してくるか。依然としてストイックな演奏が続きます。地味ですね、全くもって地味。しかしこれが情緒の味わい、情味でいうところの渋みですね。さあ、単調な演奏が続きます。これは高得点が期待できそう。おっと、ブレイクが決まった。突然のブレイク決まりましたね。これは決まってもいいんですか。ビートを訂正しなければいいんですよ。シンクロナイズドブレイク、Tナンドですね。これは日本では吉田達也選手の得意技ですね。なるほど、どんどん技を繰り出して得点を稼ぎたいところ。さあ、ブレイクがどんどん止まります。おっと、心なしかブレイクがずれ出してるか。
少しずつずれてますか。これはずらしの美学といって、実はなかなか高度な技術を要しますよ。なるほど、これも計算された演奏ということですね。いやしかし、だんだんめちゃくちゃな演奏に聞こえてきます。でもこれは決して定めじゃないんですよ。そこが一流アスリートとしろ境界線になりますね。しかし芸術点の高さを呼び求めるのは計算外の部分も必要ですね。非常に難易度の高い演奏が続きます。ここで何選手一旦ドラムから離れましたね。何か技を繰り出すでしょうか。おっと、あれはロングスティックか。ロングスティックですね。ということはこれはロングスティックファーラウェイだ。十分な距離をとって、さあ決まるか。ロングスティックファーラウェイ、決まった。決まりましたよね。これは決まったと見てよろしいんでしょうか。難度 B' ダッシュですね。打点ポイントの正確さ、音量コントロールともに完璧ですよ。素晴らしい、順調な演奏が続いております。おっと、誠選手、これは何だ。見たことがない形、ギターを床にこすりつけているようにも見えますが、この演奏は何なんでしょう。スティックのギターオンザフロアですね。技術点より芸術点狙いに行きましたね。なるほど、地球が発する重力波を利用した非常に科学的ともいえる素晴らしい演奏です。そして乗れない。さあここでまた何選手ドラムから離れました。おっと、今度はタムですね。タムを持って、おっとこれはローリングタムだ。最も伝統的な技の一つ、ローリングタムが出ました。これも芸術点狙いと見てよろしいでしょうか。そうですね、古典的な技で着実にポイントを稼ぐ作戦ですか。演奏の中盤ですから、ワンプレーワンプレー大切にいってほしいですね。少し転がすスペースが少ないか。さあそうしている間に誠選手動きが見られます。次の技ですか。おっと、足を使っての演奏、ステップオブザギターですね。衝撃的な演奏スタイル。でもこれはうっかりすると盛り上がってしまう危険性を表すですからね。ここで勝負に来ましたか。確かに私今盛り上がりそうになりました。危ないところです。このままの流れで新しい技に行きそうか。おっと、また斬新な演奏スタイルが飛び出した。出ましたね、プレイバイアス。盛り上げてどうするんですか。ここは平常心ですよ、平常心。持ち前のサービス精神がそうさせるんでしょうか。さあ何選手も動きがあります。おっとこれは靴下まで脱いでますね。出ますか。まさかのオポジットヒューマンドラム。これは盛り上げにかかっていると見られてもおかしくないプレイ。いやしかし既成概念を覆す前衛性は高く評価できますから。なるほど、審査員がこれをどう見るか。ここで誠選手がさらに技を仕掛けるか。これはギターでドラムを叩くというギタープレイドラムか。ゆっくりとドラムの方へ近づく。おっと、赤旗。どうやらソーシャルディスタンスが破られたようですね。いけませんね。どんまいどんまい。ここは気持ちを切り替えてしっかり距離を保っていってもらいたいですね。はい、
ペナルティとして10秒の演奏停止です。ここから終盤戦、どう巻き返していくかが注目ポイントで言えるでしょうね。さあ、席を切ったように2人同時に演奏が始まりました。お互い全く違うテンポで拍子に聞こえます。非常に複雑。これは一体何拍子なんでしょうか。お互いが全く合わさない。これは何かに同調しようとする人間の本能に反する高度な知識に裏付けられた何とも高い技なんです。ペナルティでの減量を巻き返しに来ましたね。ここが踏ん張りどころ。なんだかだんだんリズムが合ってるようにも聞こえてきます。川端さんのおっしゃる通り、強調しないということは相当難しいものがあるようですね。音を耳で聞いてはいけません。心で聞くんですよ、心で。おっと、心なしか8ビートに寄ってきた演奏になっているか。乗ろうと思えば乗れなくもない、そんな演奏か。審査員たちの判断のポイントが気になるところです。おーっと、やはりここは8ビートの判定、赤旗が上がりました。本日2回目。いけませんね。さっきのペナルティのショックがまだ尾を引いてるかもしれませんね。10秒のペナルティです。気をつけていきたいところです。国際大会では3秒のペナルティで失格になりますから、慎重にいってもらいたいですね。そうですね、もう一度ペナルティをもらうと失格です。後がない崖っぷち。さあ、これは今5拍子の演奏が続いていますね。10拍子は踊れないという大会規定に沿ってクールな演奏は芸術点、技術点ともに高得点が狙います。あくまでクールにです。なるほど、このまま熱くならずに終わることができるのか。選手の汗が目立ちますね。飛沫感染ペナルティの対象になりますから、気をつけてクールにいってほしいですね。3回目の赤旗が上がりました。失格です。ここでまさかの失格。両者肩を落としながらの退場の準備です。盛り上がりすぎたか。5拍子といえどついつい盛り上がってしまいましたね。生地変拍子を得意とするがいえど落とし穴ってとこですよ。ちょっと油断しましたね。いやー、信じられません。メダルが狙えただけに本当に残念ですね。
こうなると最初のペナルティーが悔やまれますね。ソーシャルディスタンス、ケアレスミスが命取りとなりました。大舞台でついつい舞い上がってしまいました。残念です。それではオドレナリンピック会場からは以上です。実況は佐渡島、解説は川端さんでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。では10分の換気の後、ヒューマンシャワーワンマンライブグランドフィナーレに突入です。